十四世、北六平太十四世、北六平太七月七日から九百七十一年一月十一日は、北流して方のお学士で、北流十四世宗家。東京生まれ。署名は、千代作り、元の名字は宇都の。旧幕臣、宇都の鶴五郎と、十二世、北六平太の三女、松の間の次男。千百七十九年北家に入り、 1884年10歳で14代目宗家を継承、1894年六平太を襲名する。家元とはいえ、幼児は北流が極度に衰退しており、死傷運に恵まれず、梅津忠恵など多くの弟子筋や文家に支持し、苦心の末に独自の芸を確立した。新しい技法は取り入れず、伝統的な芸風を維持し、昭和を代表する名人となった。 1943年の音楽協会の設立委員を務める。1947年日本芸術院会員。1953年文化勲章受章。1955年重要無形文化財保持者に認定。主張は六平多芸団がある。妻は囲碁の女流騎士である北文子。実施はなく、養子に後藤家より北実が入って、 北流十五世宗家を継承している。ありがとうございます。